去年4月、原宿に1号店をオープンし話題となったファストファッションチェーン、フォーエバー21。ちょうど1年後の明日、松坂屋銀座店に2号店がオープンします。こちら松坂屋の入り口を入ってすぐ目に飛び込んでくるのは、売り場面積およそ930坪というフォーエバー21アジア初の旗艦店です。今回オープンした店舗は、銀座というエリアを考慮して30代向けの商品を増やしたほか、原宿店にはないキッズ商品を取り扱うなど、幅広い年齢層をターゲットとした売り場展開になっています。路面店ではなく百貨店に出店することで、これまでの若い世代の客だけでなく、その少し上の年齢層の客も取り込むのが狙いです。あんまり来ない方も来るようになっていいんじゃないですかね。フォーエバー21なかなかなかったんで、増えたことはすごい嬉しいんで、もっとこれからもっと増えてほしいなと思います。銀座にはすでに同じファストファッションチェーンのユニクロや H&M も出店していて、今回フォーエバー21が出店したことで、ファストファッションブームはさらに盛り上がりを見せそうです。